次の曲で僕最後なんですけど次の曲はちょっと僕めちゃめちゃ好きな曲なんで、まあ、メロディーというよりは僕歌詞がめちゃめちゃ好きなんで、その僕の好きな歌詞をぜひ注目して聴いてくれたらなと思ってます。それでは最後の曲聴いてください。お願いします。待ってますんでよろしくお願いします。